ジョージ・フェリックス・アレンはアメリカ合衆国の政治家、法律家、元連邦上院議員。信仰は長老派である。1952年3月8日にカリフォルニア州ウィッティアに誕生する。父のジョージ・ハーバート・アレンはプロフットボール伝道入りした有名な NFL コーチで、母のヘンリエッタはチュニジア生まれのセファルディムである。なお、アレンには二人の兄弟と一人の妹がいる。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校で1年学んだ後にバージニア大学に転校し、卒業後はバージニア大学のロースクールで学んだ。地元のバージニア州会議員として政界入りし、当時は尊敬するトーマス・ジェファーソンと地盤を同じくしていた。その後国政に進出し、連邦会議員を務めた後、バージニア州知事、連邦上院議員を歴任し、 全国共和党上院委員会議長を務めた。アレンは、順風満帆にキャリアを重ねていき、イラクへの武力行使を可能とする決議や、ジョン・ロバーツとサミュエル・アリーとの最高裁判所判事、指名承認にも、賛意を示した。全米ライフル協会とは、太いパイプを有し、武装する権利の擁護者としても知られる。2000年の選挙において、 同協会が最も巨額の政治献金を行った候補者はアレンと当時大統領候補だったジョージ・ w ブッシュである。2008年アメリカが衆国大統領選挙における共和党の有力大統領候補の一人に挙げられており、保守派の支持を集められるという点で大本命との見方も多かった。そこで上院議員再選は確実 大統領選挙への通過点に過ぎないとの見方が大勢だったが2006年8月に上院議員選挙における民主党の対立候補事務ウェップ陣営のボランティアとして演説会場に潜入しビデオを撮影していたインド系アメリカ人の青年 SR シダースを指さしマカカと呼んだ場面の映像が動画共有サービスにアップロードされると状況は一変した。 マカカは赤毛ザル族の学名だが、フランス人入植者により来たアフリカ植民地の現地人の別称とされた歴史がある。アレンは世論の激しい非難を浴び、同年11月に行われた中間選挙では、ウェップと最後まで大接戦を演じた末に落選した。その後2008年、アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を断念し、同選挙では、 ジョン・マ・ケイン上院議員を支持した。2012年11月のバージニア州上院議員選挙へ出馬した。2006年の選挙でアレンを下した前述のジム・ウェップ上院議員は2011年2月に再選を目指して出馬することを断念し、ウェップ撤退後に民主党からは同州のティム・ケイン前州知事が2011年4月に出馬を表明した。 アレンとケインの事実上の一騎打ちとなった2012年11月の上院議員選挙では2006年の選挙と同様に激戦となったもののケインが得票率52.87%で勝利アレンは再び敗北を喫したマカカ発言の一部始終 YouTube ハットバージニアデモクラティック戦 Web2 リタイアフロムセネートアフターワンタームフォックスニュース2011年2月9日 ティムカイネ・ウィルランフォー、バージニア・セネート・シート・フォックス・ニュース2011年4月5日ありがとうございます。